昨晩起きた爆破テロによる火災の消火活動は依然として続いております。犯行グループの一部はすでに身柄を確保され、国家公安保全局に移送され取り調べが行われるとのことです。今回の爆破テロによる死傷者は4人、負傷者の数は現在把握できています。